伊藤達也様にご挨拶をいただきますそれではよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介をいただきました石破大臣の補佐官を務めております衆議院議員の伊藤達也でございます、えー、本日は地方創生 D サスフォーラム2015に このように大勢の皆様方にご参加いただきまして本当にありがとうございます実は1500名近い方々が応募していただくことができましたそれだけ大勢の皆様方にご関心を持っていただきその期待に応えていくことができるように私どもも決意は新たに 地方創生に取り組んでいきたいと思っております石破大臣を中心として地方創生本部が設立をして約1年が経ちました地方創生を成功させていくためには3つの視点が重要だと思っております一つは地方創生は日本創生だということです私たちの大切な故郷が消滅してしまうかもしれない地方地域の中で 子どもたちの笑顔がどん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 失われてしまう、そのことに対する強烈な問題意識を、地方の方々も国も共有をしていく、それだけではなくて、課題先進国日本、少子高齢化、人口減少、これを乗り越えて、新たな成長のモデルを作り出していく、地方の問題は日本の問題なんだ、そんないう問題意識をもとに、 地方創生に取り組んででいくことが極めて重要ですそして二つ目は、こうした取り組みを進めていくには、行政だけでは成功することはできません。一人でも多くの国民の方々、地域住民の方々に参加をしていただいて、そして全員参加型の国民運動を展開をしていくことが大切です。そしてさらには、ゼロサムではなくて、 プラスサムの取り組みが極めて重要です。東京対地方の対立、あるいは地方同士で限られたパイを奪い合う、そういうゼロサム的な発想では、この地方創生を成功させていくことはできないわけであります。地方に眠っている資源というものを掘り起こして、そして魅力ある新たな需要というものを創出をしていく、魅力ある地方を創出をしていく、そのことが 地方創私ごとに恐縮でありますけれども私は実は政治家になる前小さな宅配のピザ店を営みながらそして国政に挑戦をさせていただきましたそして衆議院議員になって20年間中小企業政策を中心として地方に向き合ってまいりましたしかし残念ながら今中小企業の現場 地域経済のの現状、厳しいいいものが続いているわけでありますなぜ政策の効果が十分出ないのかそれは産業政策の現場で現状や課題というものを的確に把握していくことができないまた行政の現場の中で KKO といって勘と経験と思い込み 少しうなずいておられる方もおられますけれども、客観的にデータに基づいた、そして効果的、戦略的な、そうした取り組みを進めていくことができなかった、それを乗り越えていくことが、この DSAT というインターネットを通じた官民のデータを地域の方々に、多くの国民の方々に提供をしていくことにあります。地域ののの方々が自ら自ら分の住んでいる町の 現状や課題、強みや弱み、そして将来像というものを把握をしていく、その見える化を分かりやすく、このシステムを通じて,通じて提供させていただきます。そのことによって、地域の方々が自ら主役になって、そして地域に眠っているさまざまな知恵というものを掘り起こし、気づきの中から周知を集めて、戦略的な 新たな行動を作り出していく、競争環境を作り上げていく、これがリーサスの本質であり、また狙いでもあります。あと2つ、リーサスの意義をお話をさせていただきたいと思います。一つは、このリーサスは来年の3月までに、すべての自治体の方々にお願いをしている、地方版総合戦略を作るにあたっての有力な武器になるということであります。 高齢者に優しい街を作るそうした抽象的、定性的な課題を設定するのではなくて、具体的な地方創生に資するようなデータに基づいて、明確な目標を決めて、そしてそれを進めていくにあたる KPI というものを明らかにして、PDCA サイクルを確立をしていく、その後押しをしていくことが、このリーサスの大きな意義にも なってままいりますそしてさらにこのリーサスは広い視野でまた自治体の枠組みを超えた広域的な連携を促すことにもつながっていくわけであります経済活動は自治体の枠組みを超えた活動がなされていますしたがって産業政策でありますとか観光政策は市町村の単位場合によっては 都道府県の単位を超えたそうした政策を作り上げていかなければなりません、そうした問題意識に基づいて、広域的な連携を実現をしていく大きな武器になってまいりますし、また、そうした新たな取り組みを新型交付金というこれから来年度予算で実現をしていく財,、えー、財政制度の中でも、後押しをさせていただきたいと考えております。 今日のフォーラムでは今までの臨札の成果そして今後の展望を皆様方に見ていただく大変貴重な機会でもございます、えー、5時45分まで、えー、大変長丁場でございますけども最後までお付き合いをいただきそしてその後名刺交換を含めたあ懇親会も予定をさせていただいておりますので皆様にご参加をしていただくことができればと思います本日のフォーラムを通じて このリー挫を積極的に活用していただいて、そして皆様方が主役になって、一歩前に踏み出していただければ、間違いなく地域は変わります、日本は変わります、その皆様方の大きなお力添いを賜りますことを心からお願い申し上げまして、開会のご挨拶に変えさせていただきたいと思います本日はどうかよろししくお願い申し上げます。